吉野さん、お疲れ紙で,ですかどんな薄っぺらいものでもコツコツと積み上げれば太い幹になるすごい厚みになるってことですよね、まあ、ここにもフェイクですけど本がありますけども一冊一冊はね大したことないんですけどもずらっと並んじゃうともう読む気がしないですよねなんかビジネスの作業も似たようなものなんで1,000円2,000円を侮ってるとそれが積み重なって10万20万になった時にあーもう俺には無理みたいになっちゃうんですよね なったらどこでやるだ人間って生きてるだけで金がかかるんですよほんとにねでも中には生きてるだけで金が儲かる人もいるんですよこれを利息って言うんですよねきっとだから今回は利息の「息自分の心と書いてみましょう、まあ、この利息の「即」っていう漢字ですけども、まあ、いろんな意味が込められてる、まあ、漢字にはいろんな意味がもともと込められてるんですけども象形文字ですから 私はね、この利息ってものがねずっと自分にこう敵対していたんですよね利息を払う立場だったわけですよで今みたいな暮らしになったのは利息をもらう立場になってるわけなんですよねこの差はすごく大きくて世の中には金利を払ってる利息を払ってる人と金利をもらってる利息をもらってる人がいてで当然ですけどもその利息っていうのは時間が経てば経つほど 払払うう日っってててててのがが近づいいいいきて払わななななくちゃいけないということとここにもなりますすし、時間が経てば経ばつほど損するってことなんですすよよ。ね。出費がかさむってことなんですよでも利息を受け取る立場だったらどういうことかっていうと時間が経てば経つほどどん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 収入になっていくんで年を取れば取るほどどんどんねお金が貯まっていくということになりますよねどっちがいいのかっていうのは明白ですよでも生まれた時ってそんな権利を持っている人がほとんどいないんで利息をもらえるような生き方をしていく必要があるんですよね もちろん最初はいろんなことをして、えー、お金を借りたりする場面もありますしねそもそもお金がないんで何かことを起こそうと思ったら利息を承知でお金を借りるっていう活動にならざるをえないのかなと思うんですよでもそうやって利息を払っていくうちにどういうふうな利息ってものが存在するのかなとそれぞれの利息は何パーセントかなどういう人がもらえる立場になるのかなそしてどういう人が払う立場になるのかなっていうふうに考え始めますよね だから無駄な借金無駄じゃない借金っていろいろあると思いますけどもどうせ借金をするんだったら借金のメカニズムを学んんだうがいいかなと思うんですよで。世の中はあの信用創造って言って誰かかがが借金金をするるらお金が生まれるってもともとは何もないところに「はいあなた借金ね」って言ってどっかから集めてきたわけでもないのにあの借業証を10万円って書いたらその10万円が世の中にポンと生まれるんですよね。 特にデジタルデータの時代になってくると、現物がいらないわけですから、じゃあ、ペイペイポイントでいいや。ペイペイポイントをペイペイの会員さんに、もう一気にね、皆さんもう1万ポイント配りますっていうふうにやったら、ポーンと1万ポイント、ペイペイの口座にみんなに入ってるんですよ。で、ペイペイ口座作ってない人には何も入らないってことができるんですよね。で、その原資ってのはどっから来たのって言ったらどっからも来てないんですよ。ただ、書き込んだだけと。 でも、ペイペイの1万ポイントをもらった人が消費して使うじゃないですか。そしたら絶対に原資いりますよねってことなんですけども、いや、その原資は先延ばしていけんですよね、実は。うん、だから、1万ポイントをたくさんの人に配って、それによって買い物していただくとで。商品はなくなるけれども、でも逆にですね、ペイペイポイントをチャージして、使ってない金額ってのどのぐらいありますって考えたら、これね、世の中からお金を集めて、ストックされてる状態なんですよね、ペイペイとして。で、デポジットなんで、 まずペイペイポイントを浮かした状態にしておいてそれでなんかいざねお金を払う立場になったらその時初めて実際の支払いが行われますよねってなるとここにはまあ言ってみればお金は存在してるわけですよちょっと難しい概念になりますけど使った瞬間に初めて金銭の流通が起こるとじゃあですねペイペイを統括しているソフトバンクグループが今多くのユーザーさんがペイペイというものに ポイントに交換しました。でも現金は入ってるわけですよね。その現金が生む利息ってのは一体どのぐらいになるかなって考えたらなかなか興味深いですよね。だってソフトバンクはポイントを口座に付与してるだけですよ。バーチャルなポイント。使った時に初めてお金の移動があるはずなんですけども、でもペイペイポイントを使ってもらうお店の側の立場もある一定のペイペイをストックしてるはずなんですよ。そう考えたらあら不思議。 多くの人の懐から現金がソフトバンクのグループの口座にストックされていて PayPay ペイペイってのをもう本当にね使う瞬間にまあ言ってみればバーチャル上での資金の移動がありますよねでもどうなんでしょうか私もそうですけども PayPay ペイペイポイントを1万ポイントをチャージしたからといって1万ポイントきっちり使えますかねそのたんびに。多分週週間とか2週間ととかか 万が一のためにペイペイポイントを5万ポイントくらいチャージしといて要するに現金をソフトバンクに払ってソフトバンクからペイペイっていうアプリに書き込んでもらうっていうようなねことを起こしていて実際資金の流れってソフトバンクに行ったっきりでそこに溜まってるだけですよねそう考えたらきっちりユーザーさんがペイペイを使わない限り全員がね全員が1ポイントもペイペイを残さないようにチャージしたその日に使うってことをしない限りある一定の金額実はペイペイの 口座につまりソフトバンクグループの口座に銀銀が残ってるって状態があるんじゃないかなと思いますプラスもっと言えばペイペイで買い物したからといって商品は持っていくけども支払いっていうのはソフトバンクグループがリアルタイムにしてるかどうか分かりませんおそらく3か月遅れぐらいで支払ってるんじゃないですか販売業者さんにそうなったら本当に浮いてるお金って大きいんだろうなと思いますし浮いてる間に生み出す利息ってかなりのものになりますよねこれぞ元金全くなしで お金を生みみ出す仕組みだと思いませんかまあそんなでかいこと言わなくてもねでかいこと言わなくてもそんなソフトバンクグループ作ってその仕組みを使えっていうこと無理じゃないですかでもみんなの銀行はできるじゃないですか1,000円とか1,500円をもらうために本気になれませんかね吉根さん私もそうなんですけどももはや動画作ってませんよ動画作ってないけどもたまに自動的にお金が振り込まれますアフィリエイトのようにですまさにアフィリエイトなんですけど えそしてお金みんなの銀行の動画動画自体も再生数を叩き出してくれて動画の再生数からおそらく広告料も入ってるんですよねこれぞダブルインカムじゃないですかでこういうふうにして小さなお金をちゃんと本気でゲットする取りこぼさないようにするっていう意識それが1円10円100円と積み重なって1億円を作ってるんだと思うんですよだからこの1円を侮ってね10円を追わずに1000円をたな汚く求めずに 一体いくらが欲しいんですかってことになりますよねそうこうしてるうちに全然お金を生み出さない時間が過ぎていって結局金利を払う月末がまたやってくるんですよね、私はもう月末に支払いっぱなしってことはないです支払った以上のお金を受け取ってるんでこのまま生きてるだけで少しずつお金が増えてくるかなと思いますねだから大贅沢をしないようにちょっと計算しながらねやっていこうかと思いますねファイヤーバードではいってらっしゃい